こんにちは、フラワーアーティストの前田由紀です。アイコーム店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし、今回は神戸駅からすぐのアイスタジオ神戸に来ています。こちらは体験型のショールームなんです。ということで、ワンフロアすべてアイコーム店の体験ができるスペースということで、すごいオフィスのような感じなんですね。早速中に行ってみましょう。こんにちは、よろしくお願いします。本日ご案内させていただきます大谷と申します、はい、よろしくお願いいたします。なんかすごいオフィスのような感じですね。そうですね、全体で700坪近い建物になっておりますので、はい、どうぞご覧ください。コンセプトとしましては、このように、家族に愛を、住まいに愛をということで、フルオーダーメイドの注文住宅をさせていただいている会社です。私も3年前に家を建てて、今家族で住んでるんですけど、今日は家を建てるお客さんになったつもりで説明を聞きたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。じゃあご案内いたします。はい、この裏側は何になってるんですか？こちらがですね、建物の構造体がご覧いただけるスペースになっております。以前建てられた時はこういった構造体ってご覧になったことですか？いや、全くですねそうですよね、こうなってるんですね、家って断面が。なんかモデルハウスに行ってもなかなか構造まではしっかり見たりしたことなかったんで、こうやって説明してくれるととても分かりやすいですね。見て分かるような形で展示させていただいてます。そうですよね、なんか家のことって建てるようになってからじゃないと知らなかった法律とかルールとか本当にたくさんあって、もうなんか3年前すごい頭がパンクしたのを覚えてるんですけど、こうやって分かりやすく説明してくれると建てる前にしっかり理解することができて、とてもいいですね。あとはね、耐震もいろんなことがね、災害も起きる時代ですから、地震の揺れ方とかっていうのをこういうふうに実験ができるようになってます。例えばですね、今の住宅っていうと、ハウスメーカーさんであればほとんどが耐震等級3っていう最高レベルのお家っていうのがベースになってるんですけれども、例えば耐震等級1であったり、古いお家、例えば築30年40年のお家っていうと、この今の建築基準法、阪神・淡路大震災に耐えれる家っていうのの基準に適してないお家っていう、住宅があります。で、例えばこれを実際に揺らしてみますと、揺れ方が全然違うんですね。ただこれもですね、地震というのは揺れる強さだけでなくて速さっていうのも大事なので、この揺れの速さが速くなると今度は1の方が揺れる、さらに速くなると3の方が揺れるという形で、いくら耐震レベルが高いだけって言ってもダメなんですね。なので実際に今展示させていただいているこういう制震装置って言いまして、揺れ自体を抑えていく装置っていうのもついていると、より地震に対して強い構造体になります。じゃあこれはアイコーム店さんのお家には必ずつけられるもの？そうですね、必ずつけさせていただいてます。全国にありますアイコーム店の展示場の写真を展示させていただいております。なんかもう全然デザインが一つ一つ違いますね。そうですね、お客様のニーズとかに合わせて外観ですとか作り変えていくことができますので、フルオーダーメイドの注文住宅になっております。じゃあ全国で今124店舗ございますので、例えば、この神戸のエリアであれば、明石の住宅展示場であったり、精神の住宅展示場であったり、かなり近くにも点在してますので、お好きなデザインに合わせて各展示場をご覧いただいて、実際にそれに、近しいようなデザインでお家を建てられる方も多いです。それは保証ですとかそういったところを展示させていただいてるんですけれども、アイコーム店の住宅は20年の初期保証になってます。一応国で定められているのが10年の保証っていうのは最低限必ず確保するんですが、お住まい自体がかなり 高性能になっておりますので、こういった形で構造体、あとは雨漏れ等の防水、それからシワリの部分っていうのが全て20年間は無償保証になっております。こんな形で、無償の定期点検っていうのは必ずございますので、定期点検も延長保証で20年、さらに30年と点検をしていただくことができます
し、設備機器の保証ですと、うん、あの延長保証という形で10年間させていただいたりですとか、建てた時にちっちゃなお子さんだったお子さんがもう本当に大学生とかになるまでずっと見守っていくっていうことなんですね、はい、そうです。結構長いお付き合いをされてるんですね。一応アイコム店が標準設定させていただいている各建材メーカー様 の、 あのショールームスペースのような形になっております。そっか、私はあれです、あの神奈川だったんですけど、はい、パナソニックさんのものを見るときはパナソニックさんのところに行って、ね、でなんかもう本当に何日もかけていろんなところに行ってたんですけど、一度に見られるってとっても便利ですね。特にアイコム店はフルオーダーということで、はい、結構いろんなメーカーさんの建材を扱っておりますので、うんうん、これが全て見に行くとかなり時間がかかってしまうので、いやそうですよね、そういったところで一つにまとめてご覧いただくことで、よりこうイメージしやすく、でさらに比較もしやすくなりますので、うん、そういったところでご案内させていただいてます。色の種類の多さっていうのも結構確かに、はい、あそうそう、こういうの知りたいんですよね。これ全部そのキッチンのここの部分の、そうですね、表面の色の、こんな選べるんですね、はい、他の種類すべて同じ価格でご提供してますので、ね、やっぱりこう選択肢がどんなのがあるのかってところから自分で調べるとなるとかなり手間がかかるので、こうやって一度に見られるっていうのはとても便利でいいですね。ビジュとかもいいですか、ね、はい、なかなかショールームっていうと数が設備に比べると少ないの で、 そうです、ね、実物をご覧いただいてというよりはこういうサンプルをご覧いただきながら打ち合わせする方が多いんですけれども、あ、本当だ、すごい、あ、これは床とかの、そうですね、あ、床材のカットサンプルになってます。あー、すごい、いろいろある。でどうしてもこう色ってあの、まあ、ご存知だと思うんですけど、やっぱり小さい面と大きい面で見ると明るさが違ったりするので、そうですね、うん、なのでこういったふうに広い面でご覧いただくことで、はい、実際に、まあ、設置した時にどのぐらいの色味になるのかっていうのもご案内させていただいてます。結構落ち着いて見えたり思ったより明るかったりいろいろしそうですね。こちらのスペースが外回りの外装ですね、はい、例えば屋根材ですとか、あ、玄関のタイル、玄関のタイル、あ、選んだ選んだ、懐かしい、あ、こんなにいっぱいあるんだ、設定品の中で、はい、ご覧、まあ、ご覧いただけるようにしてます、うんうんうん、屋根も、まあ、たくさん種類があるんですけれども、はい、屋根とか選ぶとき結構全然わからなくて、はい、もうなんか何でもいいよね屋根みたいな感じになったんですけど、結構大事なんですよね屋根って。そうですね、なかなかまあ直接は見えない部分ではあるんですけれども、やっぱりこう下から見上げた時の厚みであったりですとか、うんうん、あとは性能ですね、うん、よりこう耐久性能が高いものであったり、やっぱり雨漏りに関わる部分っていうと、うん、屋根が大事になってきますので、そうですよね、そういう今で言うと瓦材っていうものをまあ標準的に使わせていただいてます、例えば屋根材になって、はい、実際にこのような形でくっついてますよってサンプルになってます、うんうんうん、あ、お水がここに、そうですね、溜まっていって、縦の鳥からこう下に落ちていくというような形で、あとこちらはですね、屋根の側面っていうのがちょうどこの写真にもある通りですね、通常は屋根っていうのは重ねて施工していきますので、うん、屋根の段差っていうのが横から見えてしまうとちょっとかっこ悪かったりもするんですけれども、うちの屋根どうなってたかなこちら、まあ、実際側面ご覧いただくと、うんうん、まあ、綺麗に全てがすっぽりと収まっている形ですので、すっきりとしてご覧いただくことができます、うん、こちらは外壁材のサンプルになっております。あ、そこにあるんですね、はい、こちらのこう屋根同様やっぱり色っていうのを実際にご覧いただくことで、はい、屋根と外壁を合わせた時にどんな組み合わせになっているのかとかっていうのもしっかりとご覧いただきながら決めていくことができます。なんか自分が建てるとき、その外壁、屋根、そのあたりは本当にこう専門外というか本当にわからないことばっかりで、結構もう想像で色だけ
サンプル見てこれみたいな感じで。どの外壁が人気なんですか？そうですね、今ご覧いただいたシーリングレスっていう外壁と、はいはい、あとこちらですね、光触媒の壁って言いまして。おー、いや全く、すごい。光触媒の力で汚れを分解し洗い流す、綺麗が長く続く、すごいですね。こちらはですね、光セラっていうんですけど、光セラ、うん、はい、汚れっていうのを太陽光の光、紫外線で分解をして、分子レベルで分解をすることで雨でこう汚れを落とすというものになります。これ実際に実演もできるんですけれども、どういうこと？実際にコーティングがしているものとコーティングされていないもの、うんうんうん、でこれ汚れを再現するマーカーになってるんですけれども、はい、これ今、実際に汚れがついている状態では一緒なんですが、これブラックライトです、はい、で紫外線を再現するんですけれども、これを当てることでですね、だんだん汚れが浮いてきます。これはその外壁にこう上からこうつけていくものなんですか？それとも、そのここでオーダーしたこの種類はもう自然と備わってる？そうですね、工場で作られた時にコーティングされた状態で、はい、現場に届きますので、すごい消えた、はい、すごい、こんなにこういうふうに汚れを分解することで、はい、雨で汚れを落とすという形にしておりますので、嬉しい。例えば白い壁ってどうしても汚れが気になるっていう方も、真っ白な壁であったとしてもしっかり雨で汚れを落としてくれますので、そういったところが人気があります。なんか新築のうちはいいんですけど、本当に数年経ってくるとちょっとずつやっぱり汚れとか外も気になったりして、でもやっぱり外の汚れって簡単には落とせないの で、こういう仕組みがあると本当に助かりますね。照明のシミュレーションルームになっております。なんか結構間接照明とかをすごく素敵に取り入れてらっしゃるなって印象はあったんですけど、これとかね、こういう足元とか、こういったのも全てコーディネーターさんがつきまして、うん、実際に照明の計画っていうのも打ち合わせの中でしていくんですけれども、こういった照明もショールームだけご覧いただいてもなかなかリアルなサイズ感ではご覧いただけないので、実際の寝室の空間につけたらどのぐらいの光の量なのかですとか、そういったのも実際にご覧いただきながら決めていくことができます。これもね、本当に事前に知りたかった。なんか何個つけますかとか言われるんですけど、分かんないんですよやっぱり。そうですね、でもこの場所を見て想像をつけられるならすごいいいんですね。そうですね、あとちょうどこの隣には、キッチンとダイニングスペースがあるんですが、照明の色ですとかでもこう雰囲気が変わりますので、今はこの電球色、はい、ちょっとこう暗い感じの、はいはい、ものになってるんですが、色を変えることができます、ね、この光のシミュレーションできるのとてもいいですね。この辺全部もう頭の中の想像でしかなくて、それでじゃあここは3個つけようとか、なんかもう本当に想像でしかなかったんで、こうやって比較できるのは本当にありがたいことです。あ、これ噂に聞いてました、はい、これ何ですか？体験型の VR ルームになっております。はい、実際にイメージされているものであったり、はい、ご要望をお伺いした間取りっていうのを実際に作りまして、作れるんですか？はい、すごい。作ったものをこういうふうにご覧いただけるようになってます。よかったら、はい、これを装着する。はい、はい、あ、はい、え、すごいゲームみたいですね、なんか。あ、すごい、ね、はい、あ、はい、今お家の中が立体的に見えています。下に押す、下に押しながら前に、あ、前に進む、え、なんか不思議、え、あ、前に進んだ、はい、おなんかリビングルームに自分が立ってるような感じで、ソファーと奥にダイニングテーブルと小上がりがあるんですけど、本当に部屋の中にいるみたい。え、ね、不思議。実際に作った間取り、何畳という広さを体感していただけるようになっておりますので。あ、なるほど、今ちょっと前に進んでみました。あ、開いた、わー、すごい。あ、閉めちゃった、すいません、ちょっと開きます。あ、本当だ、中にも入っていくことができます。ええー、
え、ちょっと想像以上、え、こんなに立体的に自分がいるみたいに見えるんだ。あ、ここ玄関だ。あ、部屋がある。行ってみよう。楽しいですね、これ。本当に自分が家の中にいるみたいな。視線と同じようになってますので、上の方を見ると天井の方も見えますし。あ、本当だ。あ、これ、ハーフ収納だ。すごい。これは開けるぞ。開いた。あ、ハーフ収納は、まあ、しゃがんでいただくと中に入っていくことができます。なるほど、しゃがんで。すごい。あ、本当にこれはアイコーム店さんの特徴のハーフ収納ですね。階段も登れます？登れますよ。すごいよくできてますね。結構あのアイコーム店さんのお家は構造が面白いから、ね、その作ってみる前に一度想像してみるっていうのはすごい大事ですね。あ、ここに書斎があるんだ、はい、そうですね、ハーフの上に 1.5 階がありまして、ね、さらに上に2階が。本当にアイコーム店さんのお家だこれは。え、どっちに行こう？僕にもお部屋がついてる。わあ、すごい。でもなんかすごい、あのずっといると本当この世界に入っていっちゃいますね。あ、私こっち向いてたんだ。すいません。なんかすごい夢中になってました。ありがとうございます。いやー、面白かった。これどうやって見えてたんだろう、私。なんかすごい夢中で歩いてたんですけど、さっきそういえばこの部屋に入ったんでしたね。でもやっぱりこう作ってみる前に一度広さとかこう自分が動いたらここに階段があってこう登っていくとかそういうのが実感できるっていうのはとてもいいシミュレーションになりますね。そうですね、まあ、実際に建てている土地の建物ですとかもご覧いただけるんですけど、うん、自分がイメージして作ったお家を実際にご覧いただくっていうのよりイメージが湧きやすいかなと思います、うんうんうん、はい、いや、すごい面白かったです。ありがとうございました。ということで今回はアイスタジオ神戸をぐるりと回ってきました。本当にあの家づくりには欠かせない構造のことだったり保証のことだったり耐震とかあとなんか外壁とか照明とかこう比べてみて分かることが本当に詰まっていたのでお家づくりを検討している人は遊びに来ると本当に勉強になると思います。今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。そして次回はこちらの場所からお花のアレンジをお届けしていきます。ぜひご覧ください。